スマホに興味がある皆さん、こんにちは。ハンブラです。3月29日、シャオミが自社のフラッグシップ m i 1 1シリーズを発表しました。去年12月に m i 1 1が公開されたんですけど、この日は m i 1 1 Pro、Ultra、そして l i t を公開しました。ほな、m i 1 1 Pro、Ultra、見に行きましょう。 まず m i 11 Pro です。シャオミがプロ、ウルトラ、全部カメラのことをとても強調しました。特に m i 11 Pro は Android の王様と呼びながら自信感を見せました。ディスプレイは6.81インチ Samsung E4 2K AMOLED。操作速度は 120Hz。タッチサンプリングは 480Hz です。明るさは最大1700ニット。 HDR10 プラス、中に指紋認識センサーがあります。ディスプレイメイトというところで A プラスをもらいました。ドルビビジョンが入って、色の表現が見事で、また、前面のディスプレイはゴリラグラスビクタスが入って、前より耐久性が最も良くなりました。そして、アンティバクテリア保護フィルムとケースが一緒にあります。スピーカーはサムソングのハマンカードでイヤホンジャックはありません。シャオミとサムソングのコラボが意外に多いですね。 AP はスネプドラゴンの一番熱い888が入ってます。もうスネプドラゴン888が入ってる最新スマホがゲームするとき8ネッの問題が厳しくて、シャオミもこれをまあ言いました。原神プレイに合わないか。ほいで原神の一番高い品質で30分間他のスマホとテストをしました。 二つのスマホは30分後の温度が50度、52度ぐらい。でも m i 11 Pro は49度でした。特に Snapdragon 888は8熱があったら性能制限になって、シャオミがこの部分をアピールしたようです。新型の総変に熱伝導材料が Snapdragon 888の8熱を吸収して液体に 溶け込みして、その上にある冷却板が熱を冷やすというシステムなんです。バッテリーは 5000mAh。シャオミは5時間ぐらい同じ条件で使うとき、スネプテレゴン888が入ってる他のスマホよりバッテリーが長かったというテストも見せました。また、ある方はスネプテレゴン888が今年に出た870よりバッテリーの効率が良くないという話をして、まあ、このテストも見せました。 テストによると、せめてバッテリーのストレスはないと思います。そして厚さは8.53ミリ、重さは208グラムでちょっと重いスマホなんです。新型のバッテリーが搭載されて性能はいいのにもっと小さくて充電がもっと早いです。これはシリコンオクシジョンオノドゥペトリーというもので世界最初にスマホに搭載したと言いました。充電は 67W 有線充電で、そして 67W 無線充電もできます。驚いたのは無線も36分で100%の充電ができます。個人的にこの発表会の革新カメラなんです。 世界最初 GN2 というカメラセンサーを搭載しました。今年、Samsung が開発したカメラセンサーでサイズが大きくなったのが特徴です。デュアルピクセルプロ技術で最も強化した自動フォーカス機能を提供されます。特にセンサーのサイズが iPhone 12 Pro より5倍大きいです。Xiaomi が Samsung と1年半ぐらい連合して研究したと言いました。メインカメラは50メガピクセル。OS も,ももちろんありますし、 HDR 機能もあります。シャオミから公開された写真を見ると、クオリティがとてもいいと思います。夜にも、まあ、いいですし、ポートレット写真も、ズームしても、そのディテーテルがいいのも確認できます。それ以外にも13メが超高 i シャオミは動いているときにもよく撮れると強調しました。8メが望遠。これはデジタルでは50倍ジーム、高額では5倍ジームができます。そしてビデオレコーダーは 8K24 フレームまで。 1920フレームのスーパースローモーション撮影もできます。ちなみに前面は20メガピクセル、ビデオレコーダーはフル HD60 フレームまでできます。ついに、Xiaomi 最初 IP68 レベルの放水防塵が入りました。1.5メートルで30分ぐらい耐えるし、なんでこんなプールがあるのか知らんですけど、世界で一番深いプールが42メートルなんです。そこで耐えるテストもやりました。 また、別の放水ケースがなくても、水で高写真も撮れます。整理すると、6.81インチ、サムソン 2KE4 アモレードディスプレイ、120Hz 操作速度、480Hz のタッチサンプリング、ドルビビジョンもあるし、スネプトレゴン888、5000mAh、シリコンオクシジョンオノー,ードバッテリー、67WU 無線高速充電、 サムソングの新型 GN2 カメラセンサーが入ってる50メガピクセルメインカメラを含むトリプルカメラ。ハマンカドンステレオスピーカーと IP68 放水防塵まで。残念ですけど SD カードはできません。最後に Android 11をベースにした Mii u 12です。ほんなら、値段はいくらなんですか ?RAM8GB128GB モデルは4 9 9 9 w 8GB256GB モデルは5 2 9 9 w 12GB256GB モデルは 5699W です。大、ま、体、あ、いい 12GB モデルが10万円ぐらいの値段で発表されました。確かにフレッグシップですかね。まあ、性能を見たらそんな悪くない値段ですけど、シャオミが10万円超えるからなぜか高そうなんです。次は m i レ11 Ultra です。名前みたいにウルトラな様子で登場しました。とにかくウルトラですから、プロが持ってる全ての上にカメラが最も良くなったと考えてください。 G11 Pro と同じ Samsung の GN2 カメラセンサーが入っている 50MP メ,メインカメラ超高角望遠は全部4 8 m ガでソニーカメラセンサーです。3つのレンズ全部 8K24 フレームのビデオ撮影ができます。特に4 8 m ガの超高角には iPhone にもある DTOF が入っているんです。また、ウルトラナイトモードアルゴリズムがあって夜にも最もディテールがある写真が撮れます。 4 8 m ガ望遠はデジタルでは120倍ジューム、光学では5倍ジュームができます。光学5倍ジュームで撮影するとき、ズームしてもディテールがあります。ちなみに全面は 20MP、ビデオレコーダーは f ル h d 6 0フレームまでできます。面白い機能が Multicam というのがあって、全部のカメラを開けて確認ができます。その中で2つのレンズを選んで撮影します。 またこれは2台のスマホで当、まあ、時に撮影ができる機能なんですけど、これは m i 11 Pro もできます。これは Bluetooth で連結して使います。m i 11 Ultra が d x o マークというところで143点をもらって1位になったという話もしました。まあ、正直、信頼度がどのぐらいあるのか知らんですけどね。ほいで、あの、シャオミがカメラの自信感がすごいんで、発表会ではソニーのカメラと 現場で比較をしました。ちなみにあの、このソニーのカメラセンサーは、シャオミのより、まあ、少し大きいんです。シャオミから提供された写真と、現場で同じ条件で写真を撮ってみせました。正直、あの僕は結果を見て、ちょっと驚きました。そして、後ろには、カメラだけじゃなくて、1.1インチのアモレッドディスプレイがあって、いろんな情報が見れます。特に、 後ろのカメラを使って、セルフィーもこうやって撮れますね。また、スーパーセービングモードがあって、極限の状態では、バッテリーが10%残るとき、このディスプレイだけ使って、最大55時間まで使えるんです。整理すると、スナップドレゴン888、新型のクーリングシステム、6.81インチのサムソン E42K アモレディスプレイ、120Hz の操作速度、 480Hz のタッチサンプリング。最大1700ニットの明るさ。HDR10 Plus、Dolby Vision、Gorilla g a l a x Victus。やっぱり指紋認識センサーは中にあります。厚さは 8.38mm。重さは 234g で、とっても重いです。5000mAh のバッテリー67、67W 有無線高速充電。ハマンカドンステレオスピーカー、イヤホンジャックはないし、SD カードもできません。 最後に Android 11をベースにした Mii u 12です。ほな、シャオミが Android の光と呼んでる m i 11 Ultra はいくらか。RAM8GB246GB モデルは5,999円。12GB256GB モデルは6,499円。12GB500、12GB モデルは6,999円。セラミックモデルも6,999円です。 12GB モデルがだい1万2000円ぐらいの値段で発表されました。いや、正直 m i レ11 Pro とウルトラ二2つとも性能と特にカメラを見たら値段もいいやなと思ってるんですけど、Xiaomi が10万円超えるという悩みができるなんか微妙なフラグシップだと思っています。確かにいいスマホなんですけど、なんか高そう。まあ、残念ですけど、韓国では全然競争力がないんで、買う人があんまいないと思います。 まあそれにもかかわらず、サムソンの新型カメラセンサーがどのぐらいのクオリティを出せるのか、それは気になります。まあ、ほな、今日はシャオミの Mii 11 Pro とウルトラでした。次は一緒に発表した m i 11 Lite と Mii Band 6で会いましょう。今日もありがとうございました。皆さん、また来てください。バイバイ。